はい、あゆみです。よろしくお願いいたします。それでは今回10分切れ負けになりました。よろしくお願いします。相手の方、藤井システムが得意って書いてあったんで、じゃあやってもらいましょう。やってくれるかな。よしよしとか言っておかしいけど、とりあえず角交換振り飛車的なやつは消えましたね。まあ堂々とこちらは穴熊に組みに行って、その藤井システムの威力をね見せていただきたいなと思います。こちらはまあある程度工夫はしますが、普通に穴熊に行って、な、36、あれなんかちょっとシステムじゃなくなってきたぞ。まあここで6四歩とか7四歩とかついて桂跳ねてっていうのが、これはなんか、これはなんか違うぞ。これはあの伝説のあの某アホな元奨励会員がやってる伝説のあの戦法じゃないですか、これ。いや、まさかこんなところで見られるとは。これね、伝説のあの戦法ですね。知る人ぞ知る歩夢スペシャルという。ちょっと嬉しいですね。向こうがなんか意識してやってるとは思えないんですが、まあちょっとね、得意戦法が出てくるとテンション上がりますね。桂跳ねて、銀上がってついて、そうですね、教師、銀冠無理。場合によっちゃ9八玉で矢内先生が昔得意にされていた格好に持っていきたいなという感じはします。しかし系統が空いてるからこれで6五歩なら銀引けるし、4六歩なら7四歩取り込んで、まあ大体勝てるでしょうね。まあ、できれば2四歩とかも入れたいんですが、まあ、それはさすがに贅沢しすぎなんで、柔軟だな。まあ、6四歩から7四歩でゴリゴリこじ開けていくのもありそうですね。一発。叩きの歩。6五桂なら取って取ってこじ開けてしまおうと。7四のね、拠点が非常に効いてますんで、まあ桂なら、そうですね、ちょっと桂跳ねても取って取って、まあ角交換して6四角みたいな筋があったんで、ちょっとどうしようもないということで、じゃないですか。これは引きの形が結構硬いんで、一回はね、取るしかないか。こちらとしては得してるんで、そんなになんか、慌てないで。はい、3六飛車なら3七歩とおとなしく受けて、まあ、継続してるから、金持ち喧嘩せずという風に行きたいですね。金持ちなのに喧嘩しちゃうと、駒得なのに負けるっていう展開が待ってたりするんで、3六飛車、3七歩、4六飛車で向こうもこちらを歩切れにさせたことを満足してじっくり、これは何だろう、よくわかんないけど、こちらとしては3六飛車、3七歩、4六飛車でじっくりやられる方が嫌なんですけど、向こうとしてはやっぱり継続しちゃってるから、なんとかこの瞬間に手を作らないといけないということで、少し焦ってるかもしれないですね。4七歩は5七金で、3六飛車に3七歩から4七歩という要領で受かります。7五歩流れ、ここでか。
これか。いや、ちょっと急所の位だけしっかり押さえて。7五歩とか向こうから打たれると逆に嫌なんですけど、こちらで先に押さえてしまえば、まあ、7四桂の筋とか将来ありますから。なるほどね。なるほど。まあ、同歩同飛成で竜しっかり作ってっていうことですね。まあ、こちらとしては竜作られてもさほど痛手ではないんで、銀引いたりするとかえってあれだしな。まあ、作らせちゃうか。作っておいでと。まあ、継続して、なおかつ厚みもあるんで、まあね、もういいかなという感じで。うん。竜は作らせたものの、こちらに被害を与えずに陣形を維持したままいい形で攻めるというところですね。まあ、こちらは継続しているので多少向こうがなんていうのかな、向こうの主張はある程度聞いてあげて、なおかつこちらの主張も通していくっていうのが優勢な時のコツになるかなと思います。で、角取れば1八角とかが、ね、非常にきついんで、ついて7分。一発ここ入れとくか。入るかな、ちょっとあれだけど。まあ、6六銀とかもだいぶ無理してるんで、2三歩成がきついんで、まあ、1本は入るでしょうね。ですね。桂打って桂が一番味がいいか。これで。まあ、2四歩同歩は将来必ず効いてくるんで、まあ、入るなら、入れておいた方がいいという感じですね。まあ、角成なら同金寄りで5六銀には6五桂馬と跳ねて7三の銀の非常に処理が難しいという感じになっております。一回取って7三銀が一番きついですかね。これで6四の銀取りと8二角の筋がダブルで向こうに迫ってますんで、あと場合によっちゃ6三角とか7四角とかで仕上げる手もありますね。手堅くこれで仕上げて、7三金なら4一角成と取った時にちょっと手がなさそうですね。竜逃げる手も、まあ、7二成桂から6三金とか銀とかで、ごちゃ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 と永久に絡みつかれてしまうので、非常にこう向こうとしては辛い展開になるかなと思います。まあ、どこかしらで2四飛車と走る手も効いてきますけど、さすがに2四飛車走るところまではいかないですかね。どうしようか、まあ、取るか。まあ、同竜なら6三銀だし、同玉なら6三銀か金か難しいですね。どっちがいいんだろう。もう金はとどめに残せって言うんでね。まあ銀の方がいいか。いやでも金だな、さすがに。いやどっちだこれ。意外と迷う。上からこの方がいいですかね。これで
向こうの手によって6三角成か、6三銀成か選べたりするんで。局面はこちらが勝勢、ほぼ必勝形といっても過言ではないでしょうけど、まだまだ何か7一桂とかかな、一番可能性があるとすれば。7一桂には7七桂から6五桂と、角、なんか怪しげな角が飛んできましたけど。7七桂馬と跳ねてじっくりこう6五桂馬と使っていくような筋が一番こう効くかな。こちらはもう怖いとこないんで、次6五桂馬を跳ねれば仕上がりと。ほう、なるほど。5分。なるほど、結構嫌な手がビシバシきますね。おう、焦るな。冷静に引いとくか。ちょっと粘られてるのかな、これ。それで次、4四桂馬のように打てれば。銀成なら同金でそんなに大したことないんで、同玉でもいいですね。同玉で7六銀なら取って取って同玉で、まあちょっと裸にされて気持ちは悪いんですが、さほど大したことはないかなと思ったんだけど、やってきましたね。まあ、同玉は5六角出られるし、単に桂とかでいいのかな。これがおそらく、7二歩成から5二金、そして歩成という、6二飛車っていう詰めろになるはずなんで、7五桂打っても7六玉で足りないですね。ま、次7二歩成、5一玉、5二金同流。ああすごい粘りだ。銀ってこれで仕上がりかな。同銀なら7二歩成から6二金で詰みますね。玉の腹から銀を打てという格言通りの仕上がりでやっててほしいな。あとはまあ追っていけば詰みですね。しかし5二金に同流じゃなくて3一玉か。あ、取るんだ。あ、でもこれで3一玉かな。あ、これもちょっとね、潔くってことですね。しかし詰みがわからない。詰まさなくてもこちらに詰みがないので勝ちだとは思うんですが、合駒なら5人銀から追っていきます。しかしまっすぐ行かれて詰みはないのか。ま、7三馬でちょっと玉頭をさりげなく厚くしながら、あれですね、トンシ筋を消して勝ちにできるか。ですね、ちょっとごめん、詰まないですねこれ。詰むと思ったんだけど。
これで7五桂なら7六玉と逃げたとき、7三の馬が手厚いので、はい。3分。3分になっちゃったか。よし、時計寄って詰めろかな。時計寄って詰めろか。取って取って銀打って。そうですね。これで詰めろだ。バッチリ。これが5二と同金4三銀っていうちょっとかっこいい詰めろになってるんで、まあ多分、やれてるんじゃないかと。実戦で5二と同金4三銀とかできたらめちゃくちゃかっこいいですね。同玉なら竜回って4四銀で潰し、同金も3一銀3二玉に5二竜で合駒なら2二金で詰みますね。1234567891手詰めか。なんかね、相手が7五歩とか6五桂とか一手空いてくれたら5二とから4三銀っていう超かっこいい詰みを見せられるんで、蹴ってほしいな。2分30秒。これも出るよな。いや、これは気持ちいいですね。これはめちゃくちゃ気持ちいい。同玉なら竜回るし、同金なら3一銀から5二竜ですね。同金も、同金右も5一竜で詰みになります。これは気持ちいい。これサムネにしてもいいぐらい。これサムネにするとネタバレしちゃうんだよな。どうでしょうか？ありがとうございました。厳しい。ということで、あまりに厳しい戦いだったが、よく頑張った。まあ、富士システム得意ということでやっていただこうと思ったんですが、まさかの歩夢スペシャルという返答をいただきました。まあ、こちらはなんか銀冠にして逆に桂頭を攻める感じで少しいいかなっていうところですね。ちょっと中盤の指し方正直下手だった気がするんですが、まあ、王様の硬さにだいぶ差がありますんで、こんなもんでいいかなってところですね。最後まあ、3三桂から4五桂まで勝とうと思ったんですが、なかなかごちゃごちゃしたことになってしまいまして。5八銀で決まっただろうと思ったんですけど、意外と決まってなかったですかね。詰むと、第一巻詰みだと思ってたんですけど、詰まなくて。なんか、ここで合駒を消費させようとしたんですが、消費してくれなくて、最後、3七馬で、まあ、下駄を預ける格好になりました。で、と金寄って、これが実は詰めろになってましたよ、ということで、終局となりました。まあ、基本的に、ミスも少なく、勝てたかなっていうところですね。ミスは多かったかもしれないんですけど、一応結構安定感のある将棋はさせたんじゃないかなと思っております。ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。